おおおお、パンチ食らう前に。ナイス。2匹目、3匹目、4匹目、5匹目。派手だね。おはようございます。カイチです。キングダム2クラウンズやっていこうと思います。今回なんですけれども、ポータルをですね、全部壊していこうかなと思います。ポータル1個壊すごとに、ものすごいリベンジアタックがあるかと思うんですけど、あれが一体後半になるにつれてどれぐらいのものになるのかっていうのは、未経験なので、そこをね、ちょっと確認していきたいということで、サバイバルスキルがかなり試される企画になるかなと思うんですが、ちょっと楽しんでやっていこうかなと思います。現段階なんですけれども、マップ見ると、このね、左端にポータルの絵があって、今これ1って書いてあって、これは1つ目の島に1個だけあるよってことですね。これは桟橋側に1個あると思うんですけど、あれのことですね。で、次の島は3つ。で、3つ目の島が5つ。4、5はそれぞれ7つ、7つあるんですけど、両方とも閉廷して、で閉廷後に全部壊したんで、0になってます。だから7、7壊したんで、今14個壊していて、5つ目の島で冬をそろそろ開けるっていうところですね。今が64日目なんで、翌日には、冬が開けるかなと思います。なので、こっから、まあ、どこの島へ行くかっていうのが重要になるんですよ。14個もすでにポータル壊してるんで、15個目壊したらもうえげつないことが起きるはずなので、どうしようかなと。いうところなんですが、とりあえずね、解放し忘れた子に、2つ目の島で、小人、乗り物を乗り換えられる子を解放してないので、この子が絶対いるかなと思うんですよ。場合によってはドラゴンに乗り換えたりとか、お金が必要な時はもう、ユニコーンに乗ったりとかしなきゃいけないので、ちょっと先に2つ目の島かなと思います。1つ目の島のバリスタバーさんもめちゃくちゃ捨てがたいんですが、優先順位をつけようと思うと2つ目が先かなというところですね。さあ2つ目、よし、とりあえず速度が大事だね。お、怪しいな。 OKOKOK 壊れた、壊れた。15個目のポータルが壊れました。どんなアタックが来るのか、どっち側に来るのかもわからんね。とりあえず左に待機しようかな。右、お、来た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 。さあ夜明けです。これだね。夜明けでも出ていかない、帰っていかないやつはリベンジアタック。おお、来た来た来た。全然撃たんじゃん。炎。炎めっちゃいるんだけど、今。よし。OK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 。うわ、めっちゃ食べられてる。あー、いや、やべえやべえやべえ。やべえやつ来た。すばしこいやつ来た。あいつは、倒してもらわんと。王冠一気に奪われちゃう。よしよしよし。んで、燃やす。オッケー。燃やせればいいな。ブリーダー一匹でこんだけ苦戦するのはまずいね。よし。お疲れさん、みんな。みんなお疲れ。お、落とした。落とした。16個目。16個目、えげつないぞ、多分。ブリーダー、何匹になるだろうね。さっき、1匹だったから、2匹ってことはないと思うんだよね。3匹ぐらいにガッと増えるんじゃないかな。で、この、炎を撃つタイミング、ちょっと、大事で、うお、やばいね。いきなり、うおい、おい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 、なんか砕け散りながらこっち来たぞ。いきなり、うおい、お、3匹、ね、あれ。やべえ、
炎炎炎炎炎炎炎撃って、なんで撃たんの、撃ってよ、よし、これは大丈夫やろ、多分。うわ、壁壊れそうやん。いや、なんかすごい光景あったね。なんか二人ぐらい、ブリーダーが砕け散りながらこっち来たもんね。あれ、なんだったんだ、足らんぞ、これ。人員が。今のままではもう一個ポータル壊すんだけど。ということで、ユニコーンに乗り換えて、ちょっと、軍備を強化しないか。まあ、せめてこの2個目の壁はね、壊れないと思うけどね。ということで、ポータル17個目壊れました。どういうリベンジが、アタックが来るかな。来た。ああ、やられたね。弓兵やられたな。どうやったらこれ連打できるんだろう、このローター 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 匹ぐらい来てる。ブリーダー3匹来ました。いらっしゃいませ。全員燃やしたる。あ、4匹おる、4匹おる。これはやばい、確実に壁壊れる。5匹目おるし。すげえすげえすげえ。よし、おお、さらにもう1匹。これ壊されるな、壊されるね。よしよしよし、燃えろ燃えろ。おお、すごいね、守ってる。オッケーオッケー、燃えてる燃えてる。よいしょ。あれ、騎士兵一人いなくなった。よし、すごい損害、さすがやね。一番右足ってどこやったっけ、これ、これやな、多分。根こそぎ持っていかれました。お疲れさん、みんな中入ってお茶でも飲んで。左側にまだね、人員はいるから。いや、次のポータル壊したらもう終わるな。しかも右と左どっちから来るか分かんないやつだもんね。両サイドあれに対応できるように鍛えてからじゃないと壊せないんだよね。さあ、3つ目の島閉廷ということで、残りは2つ。まあちょっと考えます。とりあえず次は1つ目の島行って、でバリスタバーさんを回収しつつ閉廷するんで、最後は3つ目の島。きついね、ポータルに囲まれてるからな。両サイド鍛えないかんね。めちゃくちゃ時間かかると思います。1つ目の島に戻ってきまして、それでポータル壊せるかなというところまで来ました。桟橋側に1個ポータルがあるだけなんで、これを壊すと18個目で、まあ結構えげつない形になるかなと思うんですけど、いきなり秘宝がありまして、ここの島に着いてこの城に向かってくるまでの間に、小人がですね、この島にたどり着くことなく敵襲にさらわれてしまったんですね。めちゃくちゃこの城までが遠くて、それをねちょっと計算に入れてなくて、小人が全員さらわれてしまったと。なのでこの島で解放したバリスタばあさんしかいなくて、
ユニコーンからドラゴンに変えたりとか、平定するときにグリフィンに変えたりすることできないので、ちょっとその点で難易度高いかなっていう事態になってしまいました。なんですけど、今日数が、109日目ってことで、113日目になると冬が来ると思うんで、そうすると何かしら大ダメージを受けた時にコインで回復することが非常に難しくなるので、ここでちょっともう平定の動きを取ろうかなと思います。ちなみに右端が桟橋なんで、そっち側を壊すとこの左側からドドドッと来る形になるんですが、一番端っこはこんな感じで、櫓が2つあって、で、壁があるっていう感じですね。通常の夜のアタックであればもう全然大丈夫。余裕ですね。余裕で、で、もし、ブリーダーがバーッと来ると思うんで、そうしたら、ここで、この櫓で、この壁で止めて、ちょっと攻撃してもらうと。んで、同じ要領で、ここにも壁と櫓があるんで、ここでも足止めする。ここでちょっと削ってもらって、この辺はね、もう何もないんで歩いてもらうだけなんですけど、これはただの壁だね。で、ここの壁で、バリスタですね。っていうような形になってます。まあ、あとは中央に来ちゃうんで、ここまで来たらもう終わるかな。よし、行きましょうか。大丈夫かな。一つ目の島、ここしかないので、これが乗り切れれば、まあクリアだね。で、おそらく平定したら、ちゃんとさらわれた小人が帰ってくるはずだし、帰ってこなければ、また島戻って、解放し直して、また船で出て、っていうことをやろうかなと思ってます。大丈夫かな？そろそろ敵の攻撃が始まってるはず。普通のブラッドムーン来ちゃったな。ブラッドムーンはね、別にね、そんな強くないんだよね。終われた！ナイス！最悪のタイミングだね。ブラッドムーンプラス、リベンジアタック。さあ、18個目壊れましたんで。遅いんだけど、今から炎の火薬だろう。もう燃やすのはこれしかないので。ああ、来てる、来てる、来てる。来てる、来てるよ。めちゃんこ来てる。大丈夫かな。おー、やばいね。お、いいね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 。いいね、いいね。カタパルトなしで。これ多分ね、ブラッドムーン分だね。なんで今からリベンジが来るはず。ブラッドムーンも結構きついな。ブリーダー来ないと思ってたけど。さあ、来ました。これが多分えげつないかも。よし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 、いいよ。フローターはガンガン倒している。櫓が多分いい仕事してるな。食べられてないよね、多分ね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。おーしよしよしよし、いい感じ、いい感じ。火薬だろ、もう到着しそう。調子こいて出てみますが、お、むちゃくちゃ作戦通りじゃん。ああ、そう。ちょっと準備しすぎた感あるな。この壁抜かれること前提にめっちゃ組んでたのに、櫓2つ外についてれば結構攻略できちゃうんだね。これはいいヒントをもらったわ。じゃあ、平定しよう。ありがとう。小人出てこん？ああ、出てきた、出てきた。ああ、出てきた。ああ、よかったよかったよかった。じいさんたちが、じいさんばあさんが出てきた。ああ、よかった。もう、さらわれちゃうんだもんな。おかげでめちゃめちゃ、なんかもう心配したわ。さあ、行きましょう。さあ、次はね、小人をしっかり守っていくよ。いいね、いいね。第3、ここがラスト。ポータル5つあるね。だから、19個目、20個目、21、22、23個目まで見れるね。
やべえな。どっちに来るかな。おーし、壊れた。緊張するね。19個目。壊れました。どっちから来るかな。右の方が弱いんだけど。ん？右かな？この辺から突撃されると結構、ああ壊れてる。よし、燃やすわ。オッケー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 。よしよしよし。やっぱ右側ちょっと弱いね。よし、バリスタ頼めよ。よしよしよし。おらおら、来いや来いや。よし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 。炎プラスバリスタ。よし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 。何匹おんの？オッケー。よし。よし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 。耐えたけど、すごいね。うわ、弓がめちゃくちゃいっぱいある。あ、これ、復帰にそんなお金かからんな。多分。すごいすごいすごい。すごいすごいすごい。もうめちゃくちゃ簡単に復帰してくれるわ。まだおる？うわぁ、めっちゃ弓刺さってんだけど。あ、敵が来た。あ、帰ってた。よし、よしよしよし。よし、19個目、生き残りました。いやー、すげえなー。右側と2個あるからね。いや、ポータル壊し楽しいわー。楽しいね。さあ、行こう。よし、ポータルに10個目行きましたよ。左から来てほしいな。いいね、ドキドキするね。耐えれるかな。残りは右側に桟橋にポータル1個と、左側に2個あって、最後崖のクリフポータルなんで、まあ残りわずかっちゃわずか。じゃあもうガチムチに鍛えて準備してるからね。自信はあるんだけど処理落ちカクカクしてます。あー、右かな。右だね、多分右。おお、来た。でもこれ多分普通の夜のアタックだよね。早くだり使ったの結構もったいないな。おー、右だ、右行こう。走れない。壁はまだ抜かれてないな。前線してるってこと？お、来てない。倒した。すごいじゃん。壁抜かれてないじゃん。あ、すごいね。うん、帰ってきてる。うわー、すげえ。おー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 。戦った形跡はあるね。え、すげえ。楽勝なんだ。見たかったな。どんな攻撃だったのか。来ないな。やられて破れるかな。おお、来た。21個目かな。終わりました。絶対に左から来るんで、左に仕込みします。まあ多分4つでいいと思う。4つ以上打てないと思う。来た。早くない？よし、打て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 。
燃やせ。誰か攻撃食らったな。大工か。大工すぐ外出るもんな。え、ちょっと補充しないかんかな。おー、来たー、空からめちゃ来たー。おー、来たブリーダーさん一匹確認。オッケー、いい感じで火薬だろうが。もうあと一個ぐらい。おー、パンチ食らう前に。ナイス。一匹目、三匹目、四匹目、五匹目。派手だね。よし、全員燃えてる。あ、すごいじゃん。めちゃくちゃ優秀だな。おー。あ、もう完全に攻略したね。壁一枚でも、防げる。いや、リベンジアタックめちゃくちゃすごかったけどな。やっぱ、矢倉をしっかりこうやって、壁の前に作っておけば、防御力格段に上がるね。この辺もまた切って、あそこの石の矢倉を作ったりすれば、さらに防御力が上がるね。ほー、面白い。ちょ、調子こいてもう一回もう連続でいっちゃう？今日数どんなもんな？157。うぃ、22個目。何個いるか。2個、3個、4、4個で足らんかったもんな。おぉ。さあ、来いや。すごいな、応援部隊がむちゃくちゃと駆けつけてる。そして処理落ちがまたすごいことになっている。わからん。何が起きてるかわからん。来ました。始まりました。回線。フローター来ております。フローターで10匹ぐらいだよね。1、2、3、4、5。はい、すごいです。もうすごいです。とてもすごいことになってます。お、ようやく敵がね、壁に一撃食らわしたけど。矢倉いいね。来た、早い。なんか走りが早い。おーい。すごい、燃える前に倒した。素晴らしいな。これ矢倉パワーだな。え？以上。優しいね。よし、ちょっと最後の準備しよう。多分人数もバッチリだね。増やしまくって攻撃力は半端ない感じだわ。はい、左側にポータルが1って書いてあるんで、残りあと1個です。いや、これ、達成できる、できそうやし、達成できると思わなかったな。全然壊れんじゃん。3小隊も送って、おお、ようやく。相当深いところにあったんかな。よし、最後のポータル壊しました。23個目。さあ、どんなリベンジアタックなんでしょうか。今んところなんかね、順々に強くなってるって感じはしないんだよね。めちゃくちゃ来る時もあれば、なんかあれ、それで終わりみたいな時もあるんで。処理落ちもしてないもんね、今。だんだんカクついてきたか。さあ、もう最後の最後だからめちゃくちゃ楽しみなんだけど。ポータル全部壊したこともないからね。ちょっと、キングダムの底力見せてほしいな。こっちはもう、バチクソに準備してるんで。壁3枚ぐらい抜かれるのを想定して準備してるからね。向かうのだ。嫌です。
番いいところが見れないなんて嫌です。いいねいいね、瞬殺瞬殺。え、これで終わりなわけないよね。来た。フローターたどり着けない。めちゃくちゃ来るね。さあブリーダーでしょう。最後20匹ぐらい来んかな。来た。多分ブリーダーが生み出してるブリードだな、あれ。お金がめっちゃあるからな。これ使うか。多分、あ、よかったよかった。終わったかと思った。おーい、終わりー。嘘やん。ブリーダーすら来てないじゃん。でもなんでこんなカクついてんの。あ、今から普通の夜のアタックがあるの。嘘。じゃあ閉店しますか。通常時の方がなんかカクついとるじゃん。お、来た来た来た。たどり着けない。みんな燃えちゃった。ちょっと拍子抜けだな。食べて、起動。よーし、ラストラン。まあ、3つ目の島だし、距離的にも余裕でしょう。ドン。あ、犬が帰ってきた。いやー、閉廷しましたね。いや、ポータル全部壊すとどうなるかなと思ったんですけど、なんか終盤別に、なんだろうね、あれランダムなのかな。その出てくる量がどんどん増えるってわけじゃなくて、まあ、多分一定数までは増えると思うんだけど、なんか上がり続けるわけじゃなくて、なんか、あ、こんなもんで終わりみたいなのも何回かあったから、拍子抜けだなっていう感じはしたんですけど、まあでも、なんだろうね、やっぱりこう、ポータル壊した後のリベンジアタックってすごい緊張感あるから、次はどんなんかなみたいなのがドキドキして、そういうのは楽しかったですね。まあそれに備えてこっちもかなり入念に準備して、まあそれがうまくいったっていうところもあったんで、そういう意味でも気持ちいいね。いや、楽しかった。いやー、今んとこノーミスクリアしたでしょ。で、冬が来る前クリアしたでしょ。で、ポータル全部壊してクリア。まあ、おまけにノーミスでクリアだったし、ということで、まあかなりやった感じはあるんだけどね。次なんか企画あるかな。何かアイデアあればぜひコメント欄でください。ということで、長々とご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタンで応援と、あとチャンネル登録お願いします。 Twitch の方のフォローもお願いします。ではまた次回お会いしましょう。またね。冬が私を鍛えた。